あったー、あったー、はいはい、おるよはいはい、了解、現在におるよ、おかしいするぞ、はいちゃん、あはん、かんかー、おかしいした、はしゃーびー、皆様お帰りなさいませ、どうもお疲れ様でございました。ちょっと空気はね、ひやりとしておりますけれども、昨日は雨でね、もう大変でしたが、今日はお天気に恵まれまして、もみじ祭り最終日ということで、3年以上の歴史を持ちます縁行事、いろいろね、普段公開のお堂もございました。三条あたりに約4本ほどでおります。こちらの水面の上で飲んでください。たくさんご乗車いただいておりますので、普通だけど、まあね、景色も見づらいかと思いますが、このところが気になってしまいまして、あまり遠くの景色ご覧いただくことができません。よく住んでますと、右横に小豆島や正面に淡路島、右斜め前には時には四国や大奈良東京までも確認できるところとなっております。眼下には姫路市街が広がり、人口53万6000人、お城は残念ながら正面の山の向こう側でございまして、ロペからもともとねご覧いただくことができません。今は平成の大きな修理工事中で、白鷺の城または白鷺城の異名を持ちます素晴らしい外観のお城は、すやれですっぽりと覆われてしまっております。昨日の新聞にも出ておりましたけれども、大変ですね、一番上の部分にもっとたくさん窓があったらしくて、そのね跡がなんか発見されたそうです。今の城は1601年から1609年にかけまして、西国守備に当たりしました、あの池田輝政という方による築城、400年以上がもちろん経ってるんですけども、それでもなおまた新しい発見があったということでね、日本の城郭建築の中では非常に貴重な建築対象となっております。2015年まで平成の大きな修理工事は続くようですが、また出来上がりましたら素晴らしい、ね、お城をご覧いただけるかと今から、ね、期待でございます。山、お城の周りにはいろいろと見どころも多いんですが、今あの市立美術館がちょっと改修工事のため休館、来年の3月31日までお休みということですのでご了承ください。この書写も左側下山裾には書写の里美術工芸館という一つの観光地のスポットがありまして、ここは今日まで竹下夢二、高畑歌唱とその時代と称し、大正ロマン昭和モダン展開催中でございます。いろいろとシーズンによりまして企画展示、特別展なんかも行われておりますので、またの機会にまたお楽しみください。それではまもなく三戸駅到着です。お出口は進行方向を向かって左側、折り紙に少し段差がありますのでご注意ください。さあさん、このもみじのシーズンが終わりますと、今度は初詣のお客様でにぎわいます。大晦日から元日にかけまして、このロープウェイはオールナイトで運行をいたします。また5月のゴールデンウィークの頃には新緑祭り、これあの今日しておりますもみじ祭りとはまた違ったところの、ね、特別公開なんかを新緑祭りの時には予定しております。結構行事も多い山ですので、またゆっくりと遊びにいらしてください。くれぐれもお忘れ物ございませんように、どうぞ気をつけてこの後もお出かけくださいませ。本日は諸社山ロープウェイのご利用誠にありがとうございました。では降りられました、あとは左側通行にご協力をお願いいたします。あれやな、あの機械もあのさ、中国化しとったやつ、もうくっつく、壊れる、壊れるわ、壊れちゃう。うん。痛いです。みんな一斉に逃げろ。シュー、先行くな。ママと手で繋いでほら。はい。足元気つけよう。危ないからな。はい。そうだ。冗談でもそんなしたらあかんの。おー、こんなんあるか。
ます。